ハッピーへのパスポート、ボリューム6。私自身の体験から見つけた、ハッピーな環境を築き上げていくための、人間関係にまつわるトラブル回避のポイント、2つ目をご紹介したいと思います。私の場合、家族からも相手にしてもらえない状況だったことから、人に何かを頼まれるということは、自分の存在価値が認められた、ということと同じ価値を持っていたんです。そのため、どんな面倒なことを頼まれてもいつも答えはイエスでした。頼まれた瞬間にスイッチが入っちゃうんですよ。自分にとってできるかできないかということよりも先に、頼んでもらえたっていうことが嬉しいんです。ですから、頼まれたことをクリアするために私の脳みそはフル回転を始めるんです。知恵を絞り始めるんです。こんなことを繰り返していった結果、イベントをはじめとするさまざまな企画を立てることができるプロになってしまいました。さらに、印刷物やホームページなどいろいろなものが作れる技術が磨かれていったんです。利益度外視で目いっぱい相手のために働くという行為は決して悪いものではありません。ただし、ここに重要なポイントがあることになかなか気づかずに、何年もの月日が費やされました。それは何でしょう？答えは、相手と自分の価値観のズレです。当たり前のことなんですけれども、相手と自分の感覚はまるっきり違います。この点をよく理解しておかないと、とんでもないことが起こります。特にビジネスとしてお金が関わってくる場合、思いもよらないトラブルが発生し始めるんです。具体的な例を挙げてみますね。仕事で関係がある A さんという人に、明日までの急ぎなんだけど、〇〇みたいなことがしたいんだけど、どうやったらできるかな、という相談事が持ちかけられます。そこで私はこう答えます。〇〇でしたら、ああやってこうやってこうすればできますよ、って答えちゃうわけです。A さんは嬉しそうな顔をして、じゃあ企画書をお願いしたいんだけど、いいかな？明日の10時までにできる？って言いました。ここまでは問題ないんです。ところが A さんは、じゃあ頼むね、次の打ち合わせがあるからこれで、と言って条件を決めぬまま、いなくなってしまったりするわけです。でも、頼まれてしまった以上やらなければいけないので、翌日の10時までに徹夜で仕事を行います。そして翌日、仕上げたものを持っていくと、いい出来だね、さすがプロだね、ありがとう、と言って受け取り、そのままなわけです。後日、作成料を支払ってくださいってお願いすると、ああ、あの企画はなくなったから支払えないよ、と言って1円たりとも払ってくれなかったりするわけです。そんなバカなって思っても、後の祭り、やってあげた私がバカでした、という結末なんです。私の身の上にはこんなことが形を変えて過去に何度となくありました。これらを防ぐためには、仮にもプロであるならば、相談された時点でアイデアを提供する時点からコスト意識を持たなくてはいけないんです。私の中では、単純に人の役に立ちたいっていう思いが先走り、聞かれればすぐに答えてしまうっていう行動パターンがトラブルを引き寄せていたわけなんです。そして私の側には、プロに物を依頼するイコール何らかのコストが発生するという図式があります。でも、相手の方は十人十色なわけです。A さんの場合、かつては企業の管理職、部下に物を頼んでも新規のコストはそこでは発生しないんです。この2人のズレ、とてもとても大きいんです。ちゃんとお互いの立場を明確にしながら、互いに嫌な思いをしないで済むような工夫が必要なんです。他にも、ボランティアとして関わって互いに最初から無償と決めているものの場合でも、すごく注意が必要だったりします。ボランティアの場合は、関わっているスタッフのほとんどの方は一般の方です。
特別な専門知識を持っているわけではありません。いろいろな仕事のプロに何かを頼むこと自体ないわけです。そうすると目に見える現象だけで判断する方が多くなってしまいます。どういうことかというと、あなたに頼めば早くて綺麗だからお願いしたいわというセリフが飛び出してきてしまうわけです。プロはプロになるために長い時間の努力と費用をかけてプロになります。お医者さんや弁護士さんのように明らかなステータスのある専門職であれば分かりやすいんですが、資格のない専門職の場合、その作業がどのくらい価値がある仕事なのか、普通の方にはなかなか想像できないものなのです。その結果、気軽にあなたに頼みたいということになっちゃうんです。それが仮に10万円分の仕事であっても、他のボランティアの作業と同じ価値で扱われてしまいます。10万円分の寄付をしたことと同等なのですが、この流れの場合は残念ながらそのように扱われることは絶対にありません。もちろん相手の方に悪気はありません。ただ価値観がずれているんです。こうしたズレがあるままだと、せっかくのボランティアなのに気持ちよく関わっていくことがだんだんと難しくなってきてしまいます。でもちょっとした工夫で回避できることを発見しました。なぜ気持ちよい関係性ではなくなってしまうのか、このポイントを突き詰めていくと見えてくるものがあります。ものの価値とその理解が食い違うことによって発生した提供されたものとそれに対する謝礼のバランスの悪さです。今ここで挙げた例は、分かりやすくビジネス色の高いものを使いましたが、実際の人間関係の中で人の能力や価値はお金に換算できないものが多いですよね。家庭の中でも奥さんが家族に提供していることの価値を他の家族が理解していないことって多いのではないでしょうか。この逆もしかり。人間は誰でも自分の価値を認めてもらうことに喜びを感じます。逆に自分の価値がないがしろにされた時、不愉快な思いを抱きます。しかし価値観は大きくずれているところがスタートラインなんです。ですからまずずれているということを理解すること、自分の価値を過大評価はせずにきちんと評価すること、その上で自分の価値を相手に正しく理解してもらう努力をすること、さらに相手の価値も正しく理解する努力をすること、この努力をちゃんとした上で自分の価値を認めてくれる相手とお付き合いしていけば、価値観のズレやそこから生じる不愉快な思いは修正されていきます。実際の生活の中では、心のこもったありがとうの一言だけでもバランスが取れるものってたくさんあるはずです。この相手の方がしてくれたことへの感謝の気持ち、相手の方の価値を認める気持ちが一番重要なのだと改めて気づいたというわけです。お互いの価値を認め合える関係性であればトラブルは起きにくいですし、起きたとしても話し合いで解決ができるのです。こうした意識を互いに持って仲間づくりをしていけば、本当にハッピーな状態が生まれていきます。